今日は、ナイトルーティンの動画を撮ります。お風呂場でお化粧落としまでしたんですけど、顔でもすっかり忘れて、今洗います。最後に冷水で顔を締めるようにしてます。本当最初にパックをしながらボディをクリームつけたりするんですけど、さすがにちょっとそれをお見せできないんで、バストとヒップとかは別のそれぞれの場所にあったなんかクリームとか使って、もう体のボディのお手入れは終わってます。今日はそれを飛ばしたので、この後頭皮のマッサージをします。私本当にどこのヘッドスパに行っても頭がすっごい硬いって言われるんですよ。本当に自分でも分かってるんですけど、常にぐる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 いろんなこと考えてて、なのでできるだけ寝る前に硬くなった頭皮をほぐしてあげるようにしてます。本当に頭がカチカチ。はい。で、マッサージが一通り終わったら、ヘアオイルをつけます。本当にすごい最近。乾燥してきたんで、世の中がしっかり揉み込みます。そしたら、パックを取ります。パックをなじませて、ここはたくさん私いろんなものを塗るんですけど、最初にブースターをつけます。肌に吸収していくまでにそれぞれが時間かかるんで、あんまり焦らずに。はい、ちょっと肌に吸収するので消えてみます。はい。で、次がブースターの後が化粧水の前に美容液なんですけど、まんべんなく顔につけたら化粧水をしっかり入れます。しっかり入れたら、まだあります。さらに私は本当に乾燥肌なんで、さらにまた別の美容液をつけます。で、いつもはここまで来ると相当肌に浸透するまでに時間がかかるので、それを待ちながら髪の毛を乾かしてます。毛が乾くなったので、
最後に、今までのものを全部、蓋するように乳液を終わりました。こんな感じで毎晩やっております。肌荒れがちょっとある時とかは、あの肌にちょっと炎症ができて赤くなっている時とかは、私は夜はワセリンを塗って、炎症が起きているところだけちょっと軟膏とか塗ったりとかする日もあります。でもそうじゃない日は大体こんな